これを知らないと太ります。痩せるリンゴ酢の選ぶポイントをお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜそもそもリンゴ酢を飲むと痩せることができるのかというその痩せるポイント3つお伝えしていきますね。まず1つ目です。リンゴ酢を摂るとあなたの腸内環境が整うからなんですよ。これすっごくいい効果なんです、ダイエットの。なぜかというと根本的に痩せ体質へと生まれ変わっていなければもうどんなに食事制限を頑張っても運動を頑張ってもこればっかり食べようとか決めたとしても必ず長期的に痩せることができない、リバウンドが待っているんですね。なぜかというと痩せ体質ではないから、太る体質のまんま一時的に体重が落ちたとしてもそれは一時的なものに過ぎないんですよね。そんなの嫌ですよね。そこでどうすればよいかというと、まずは前提としてあなたの腸内環境が整っているかいないか、まあ、ここが分かれ道なわけですね。ではどうやったらその腸内環境が整って痩せ体質へと生まれ変わることができるのかというそのポイントはですね、あなたの腸内にいる腸内細菌たちのそのバランスがととても大事なんですよね。もしあなたがもう甘いものをやめられない、止まらないとか、脂っこいものも一袋平気で食べてしまうとか、あの過去の私もそうでしたからよくわかるんですけれども、それはねあなたが終わるんじゃないんですよ。大丈夫、あなたの腸内に住み着いているデブ菌、悪玉菌たちの仕業なだけなんです。そうすることでその悪玉菌たちが食べたがる餌、甘いもの、脂っこいもの、こういったものを悪玉菌たちがあなたに指令を出すんですよね。食べろって、俺たちの餌どこ行ったみたいな、ね、感じであなたをコントロールしているんですよ。実はお腹の中で、まあ、陰でと言いますかね。なのでその指令にあなたは従っているだけですから、逆に痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちが好むような痩せる食べ物ですよね。そういったものを食べていくことであなたの腸内にいる痩せ菌が増えて元気になってどんどん働いてくれて、結果あなたは痩せ体質へと生まれ変わることができますから大丈夫ですよ。そのためにものすごく活躍してくれるのがこのリンゴ酢なわけです。さらに後から詳しくお伝えしますね。次2つ目、リンゴ酢を摂ることであなたの代謝がアップします。要するに食べたものを熱量としてカロリーとしてこうどんどんですね代謝してくれる、使ってくれる、まあ、燃えやすい体になってくれるってことですよね。これ大事ですよね。もう今までいろんなことが重なってどんどん溜め込んできた脂肪をどんどんやっぱり燃やす必要がありますよね。その時にやはり代謝が高くないと燃えませんから、そこもアップさせましょうねっていうこと。そして3番目、脂肪の蓄積をそもそも抑えてくれます。もうこれ以上脂肪溜め込みたくないですよね。もうできればさっさと断捨離、大掃除したいわけです。なのでこれ以上脂肪を溜め込まないようにするためにもこのリンゴ酢を使っていきましょうということになります。ではここからさらにリンゴ酢のダイエット効果をお伝えしていきますね。まずリンゴ酢は脂肪燃焼効果があります。その結果、まあ、代謝がアップして脂肪をつきにくくすることができて、しかも太るもと糖質、血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれることで脂肪をため込む率を減らしてくれるっていう効果もあるんですね。そしてまた、まあ、LINE やですねこういった YouTube のコメント欄に多くご質問いただくんですけれども、先生ってお酢だったら例えば黒酢とかね純米酢とか他のお酢でもいいんですかっていう質問もすごく多いです。いいんですよ、あのお酢の効果ってそれぞれ、まあ、種類が違えども効果はそれぞれ共通しているから丸なんですけれども、なぜこのリンゴ酢がダイエットに一番向いているのかというその一番のポイントは、この酢酸の働きが
いろんな数多くあるお酢の中でも一番ダントツに多いからなんですよね。そのことでどんなダイエット効果があるのかと言いますと、冒頭でお伝えしました腸内環境、あなたの腸の動きがとっても良くなって善玉菌たちがもう蘇る、まあ、生き返るわけですよね。やったーって、この腸なんか快適じゃないっていう風にね、もうどんどん喜んでいつまでもいてくれる、そういった環境を作る元になる酢酸がやはり多く含まれているんですよね。なのでリンゴ酢が一番おすすめなんです。ダイエット向きなわけですよね。でまたお酢は満腹感を得やすいので、あなたのその暴走してしまう食欲、特にいかがですか、生理前とかもうなんか止まらないこの食欲やだってなりませんか。でそのたんびに毎月暴飲暴食をしてしまって、せっかく落ちていた体重が生理前でまたリバウンドっていう、そんな嫌な繰り返しされてませんか。そういったあの食欲収まらないっていう時もこのリンゴ酢を使うと、あなたの暴走する食欲を抑えることができる味方になってくれますからね。そしてむくみの改善効果もあります。カリウムが豊富なので、もういくら体重が減ったとしてもこう見た目変わらないってもう嫌ですよね。しっかりキュッと小顔になったり、お腹周りがキュッとタプタプ、水分代謝でうまくいってなかったものをキュッと締めていく、むくみ改善という効果もリンゴ酢にはあるんです。では今までリンゴ酢の効果もたくさんあなたもね知っていただいたと思うんですけども、逆にじゃあどんなリンゴ酢が良いのかというポイントがあるんですね。これを知らないと逆になんと太ってしまうことになりますから、もうここは押さえていただきたいポイントになります。でこちらもですね、よくあのこのリンゴ酢の本質、本当の力を知らなかったままの方からコメントいただくことあるんですけれども、先生って実はあの〇〇のリンゴ酢買ってるんですって、こんな原材料なんです、これは飲んでもいいんでしょうかっていう質問がものすごく私のもとに届いてるんですね。なのでもうあまりにもコメント多くいただくものですから、お一人お一人も返すことがもう間に合っておりませんので、この動画を実はですねご準備させていただいたんですね。なので今までご覧いただいたあなたも、これから今たった今見たっていうあなたも、もうぜひこのポイントを押さえていただいて、せっかくリンゴ酢がいいって知っただったら必ず痩せる効果があるリンゴ酢を選ぶ必要がありますよね。逆にこれを知らないと、今からお伝えするお話を知らないまんまだと太ってしまいますから、気をつけていきましょう。あの主に太ってしまうリンゴ酢というのは、まあ、要するにですね、簡単にお伝えすると添加物がたっぷり入ってるリンゴ酢なんです。例えば飲みやすく、このリンゴ酢を薄めたら美味しいですよって、甘くてすごくジュースみたいで飲みやすいですよっていうのはやっぱりね太るんですよ。もうジュース以上にいろんなものが入ってる可能性があります。例えばですね、よくリンゴ酢の添加物が入っている代表的なもの、私がよく目にするなって、もうなんかこれはねいらないのになって思うものが入っているものって、こちらが大体入ってるんですよね。ちょっと上からチェックしてください。果糖ブドウ糖液糖、スクラロース、ステビア、ここはあの甘味料です。そして酸味料、香料、食用油脂、もうね油分までねわざわざ添加しているリンゴ酢もあるんですよ。そして酸化防止剤、乳化剤、まあ、こういった余計な添加物がもともと入れてある、飲みやすく加工されているリンゴ酢というのは逆に太りますから、もう必ず原材料名をチェックしていただいて無添加のものを選びましょうね。では先ほどはリンゴ酢によく使われがちな添加物をざっとお伝えしましたけれども、まだまだ他にもあるので、このリンゴ酢に対してももしかしたらね入ってる可能性があると思いましてご準備しています。ここもしっかり覚えていきましょうね。まずは化学調味料がそのリンゴ酢ドリンク加工されたものに入っていませんかということ。ただ調味料、カッコアミノ酸等、まあ、などグルタミン酸、ナトリウムのことなんですけれども、この表記が実は化学調味料のことですから気をつけてくださいね。こういったものが添加されているドリンクとか、まあ、その調味料とかですね、そういったものを召し上がってしまうと、もうとにかく腸がね疲弊、もう疲れ切ってしまうんですよね。肝臓もそうです。もう消化吸収がもうめちゃくちゃきつく
なってしまうんですよね。そうなるともう腸がはってもうちょっと休ませてくださいとなって働いてくれない。そうするとせっかく食べても消化吸収できないということは、あなたは食べても食べても栄養が取れていない、要するに栄養不足になっているわけですよね。そうすると痩せるために必要なホルモンとか味覚を正常にするホルモンが作ることができない、ますます太るというその負のスパイラルへと入ってしまいますから、ここもチェックしていきましょう。そしてよくありがちなのがリンゴ酢を飲みやすくするために甘くしてある時は注意です。例えばこのリンゴ酢は糖質ゼロですよ、ノンシュガーですよ、でも甘くて飲みやすいんですよっていう、そのような類のドリンクリンゴ酢も含めなんですけれども、危険です。ますます太ってしまうんですよ。そのからくりがあるんです。裏付けが何かと言いますと、おかしいんです。そもそも不自然、甘いのにカロリーが取れないということ、糖質がないということはおかしいんですよ。もう脳にバレバレなんです。騙すことはできないんですよね。あれって今あなた甘いもの食べたよね、なんでカロリーが取れてないんだって、これは危険だと、命の危険になる、もっともっとしっかりカロリーを取らないと危ない、だからもっと甘いものを食べなさいってあなたに命令をする、どんどん命令される。そうするとあなたは今しがたさっき甘いそのね糖質ゼロとかノンシュガーのものを食べた飲んだにもかかわらず、うわなんかまた食べたってになってしまう。そういった負のスパイラルへと入ってしまうと、もう甘いものがやめられない、止まらないということになりますから、要注意なんですよ。ではここから甘い味付けをしているその元ですね、添加物ざっと一覧であなたにお伝えしていきますね。まずは合成甘味料と呼ばれるものです。もうカタカナでずらっとありますから分かりやすいですよね。何これっていうものです。アスパルテーム、アセスルファム系、スクラロース、ネオテーム、サッカリンなどと書いてあるリンゴ酢は選ぶのをやめましょう。では次です。糖アルコールと呼ばれる類もおすすめできません。キシリトール、マルチトール、ソルビトール、エリスリトール、まあ、語尾がトールでこうくくられているようなもの、覚えやすいですよね。こういったのが入っているリンゴ酢もやめましょう。そして最後です、まあ、その他ということでこちらもおすすめできません。加糖ブドウ糖液糖、加糖液糖性加糖と、まあ、加糖と書いてあるからこうなんとなく良さそうな感覚になりますけれども、これはね甘いですからもう太ってしまうので、こういったものが入っているのもおすすめいたしません。では3つ目の項目です。どのようにということで、では一体どのようなリンゴ酢を選べば太らないのかという、そのおすすめのリンゴ酢の選ぶポイントについてあなたに最後お伝えして終わりたいと思います。動画の最後では痩せる飲み方もお伝えいたしますので、ご参考にしてみてくださいね。今まで項目2番までこれは太ります、これを知っておけば太らないリンゴ酢になりますよということをお伝えしましたね。では具体的にその逆ですよね。じゃあ一体どんなリンゴ酢を選べば痩せることができるのかっていう、その選ぶポイントについてお伝えしていきます。まず痩せるリンゴ酢のポイントは、原材料名を必ずチェックしましょうということ。そこに書いてあるのはこちら、リンゴ果汁 100% のみ、まあ、括弧国内製造とかですね、そういった一つだけでできている、果汁 100% だけでできているものを選ぶとまずは間違いないです。ただ、さらに良いのは、そのリンゴ果汁が有機栽培の果汁であったり、 JAS ジャスマーク認定の商品であったり、またオーガニックで作られたリンゴ果汁であったり、そういったリンゴ果汁はさらに安心安全ですよね。そして無添加であること、もう先ほど項目2までで、ね、もう散々ですね、いろんな添加物私お伝えしておりますけれども、ああいったものが、まあ、香料、着色料、保存料も含めて、そういったものが完全無添加であるものを選ぶと丸です。そして最近ご質問が多いのは、先生ってマザー入りのリンゴ酢の方がいいんでしょうか、どうなんでしょうかというご質問もかなり多く寄せられておりまして、初めて
マザーって何ってね思われた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、それはですね、アップルサイダービネガーと呼ばれる、まあ、こちらは海外の、ね、呼び方なんですけれども、まあ、結局リンゴ酢のことです、まあ、アメリカのものであったりイタリアのものであったり、まあ、もちろん日本のものもあるんですけれども、要するにリンゴ酢を作る製造過程でろ過とか加熱をしていない無ろ過非加熱のまんま、まあ、濁ったまんまのリンゴ酢のことなんですよね。この濁ったままのリンゴ酢の中にあのマザーと呼ばれるその残留物が、ね、残っているんですよ。でこのマザー残留物の中に酵素やミネラル、要するにお体にとって必要な栄養、ビタミン、ミネラル、酵素ですよね。そういった大切なものがそのまんま残っているものがこのマザーで、このマザーがまんま残っているのがこのアップルサイダービネガーと呼ばれるリンゴ酢になるんですよね。判断をするにはですね、まあ、要は濁っているものですね。だってろ過していませんからね。で非加熱することで酵素も死滅せずに生きたままということになるんですよね。ただあのおおよそですね、そのスーパーで見かけるようなリンゴ酢はいかがですか。綺麗に透き通ってて琥珀色ですよね。あれはあれであの、まあ、商品化するためには必要なのかもしれないんですけれども、あのリンゴ酢でも十分なんですよ。効果は十分あるですけれども、さらにこう健康志向がお高い方とかですね、いやどうせ先生飲むならこういった酵素やミネラルがいっぱい残ったまんまのリンゴ酢を飲んだ方がいいですよねっていうお考えの方はですね、このアップルサイダービネガー、あのブランドはね特に問わなくていいと思うんですけれども、ポイントはここマザーが含まれている無添加の良いものであるかどうかというのが選ぶポイントですから、そのあたりはご自身のその例えばですねネットとかで検索されるともういっぱい出てきますから、ご自分でお好きなブランドを選んでいただいて良いと思うんです。では最後に私が一押しのおすすめ痩せるリンゴ酢の飲み方レシピをお伝えして終わっていきたいと思います。こちらリンゴ酢白湯になります。なぜ、まあ、白湯を選んだかと言いますと、まあ、その効果があるから後から聞いていただきたいんですが、特にこのリンゴ酢の白湯に限らず、私はいろんな方いろんなタイプがあると思うので、その方に合ったリンゴ酢ドリンクをお伝えしたいなと思っても、今まで多くのリンゴ酢レシピドリンク動画をアップしておりますから、この動画ご覧いただいた後ですね、まだ先生見てないっていう方はですね、見終わったら他のリンゴ酢ドリンクのレシピも参考にしていただいて、とにかく続けることが大事ですから上手に取り組んでみてくださいね。ということで話を戻します。リンゴ酢白湯の材料1人分です。お湯、まあ、お白湯のことですね。白湯が 200ml に対して、今までお伝えした痩せるリンゴ酢を大さじ1杯、そしてここはお好みで蜂蜜をだいたい小さじ1/21杯程度足していただくと、さらに飲みやすくて美味しいドリンクになります。でここで痩せる効果なんですけれども、なぜその冷たいお水とかね、冷たい炭酸水とかではなくて白湯なのかということで、白湯ってすごくね痩せ効果があるんですね。まずあなたの内臓がね温まります。そうすると動きが、まあ、働きがね活発になりますから、あなたの腸もねどんどん元気に動いてくれるということになるんですよね。そして脂肪燃焼効果もアップしますし、消化代謝もアップします。でまたデトックス効果もねすごいんですよね。白湯飲むだけでなんか汗ばんできたみたいな、それぐらいやはり体温を上げるってとっても大事です。代謝が上がりますからね。それだけでカロリーを取っても燃やす力がアップするわけですから、これはね味方につけた方がいいなと思います。そしてむくみの改善にも効果大ですから、白湯をベース、まあ白湯といってもね、あのこだわるとものすごく作り方難しくなってくるので、ここではもうお湯でいいと思います。まあ、お湯といってもこうあっとあの熱々熱湯じゃなくてですね、ちょっと冷ましたお湯みたいな感じで飲まれるといいと思います。そしてまたよくあるご質問に、先生って先生それ蜂蜜って太るんじゃないですかっていうねご質問も多いんですけれども、確かに飲みすぎてしまってはカロリーがね高いのでそういう面もあるんですけれども、このリンゴ酢菜に限ってはたったの小さじ1/21杯ですから大丈夫ですし、またその甘味料ですね、お砂糖入れたりとか人工甘味料入れたりとか、そういったものを入れるぐらいでしたら
蜂蜜のダイエット効果を味方につけた方がいいんですよ。蜂蜜ってすごいんです。アミノ酸が豊富ですから脂肪燃焼効果も高いですし、もうそもそも腸内環境を整えてくれるオリゴ糖とかね、グルコン酸が含まれているので、ますますあなたの腸内にいる痩せ菌たちが喜んでくれる環境を作る元になるんですよね。またポリフェノールが含まれていますから、このポリフェノールも実は脂肪燃焼効果があるんですよ。そして栄養価がとにかく高いので、痩せるためには栄養不足では痩せることができません。ホルモンが作れなくなってしまいますからね。なのでそういった点でも蜂蜜をちょい足しするのも私はおすすめしています。では先ほどお伝えしましたリンゴ酢作用の材料をもうただ混ぜるだけで出来上がりなんですけども、これがいくらダイエットに効果があるといっても飲みすぎてしまってはいけませんよ。お酢、リンゴ酢はだいたい1日かけて大さじ1杯から2杯で十分効果があるというデータ、結果がね出てますから安心してくださいね。何杯もね飲まなくても大丈夫です。それ以上飲んだとしてもさほど効果は変わらなかったっていうデータもあるぐらいですから、そんなにね頑張らなくてもいいんですよ。ただしポイントがあります。できれば食前に1杯飲むのがおすすめです。その食事をする時の血糖値の急上昇をやっぱり抑えてくれる効果もありますしね、水分でしっかりお腹も満たしてあげるっていうのも食欲を抑えるのも大事ですよね。そして1日も多くても2杯までです。そして最低でもやっぱり12週間、体質改善ってね、そんなに1日や2日1週間じゃ無理です。やはり3、4ヶ月かけて作っていくのが普通ですから、リンゴ酢もいろんなバージョンでね楽しみながら焦らずコツコツとリンゴ酢の力を信じてあげていただきたいですよね。そして続けてみることが大事で、また最後注意点ですけれども、そもそも胃がお弱い方とか胸焼けがしやすい方とかは食前は NG です。要するに空腹時に突然その酸性の高いですね飲み物を飲んでしまわれますと、胸焼けしたり胃の調子が悪くなってしまったり逆効果になりかねませんので、そういった方は食中、お食事の最中でも全然大丈夫ですから、無理せずに続けていただきたいと思います。そしてまたリンゴ酢を飲んでるからといってデブ菌が喜ぶようなものを食べてしまってはね、元も困りませんよ。なので私がこの腸活チャンネルでお伝えしております腸活メニューを食べながら、さらにこのリンゴ酢ドリンクの効果を使って健康的で綺麗に痩せていっていただきたいなと思います。さあいかがだったでしょうか。今回はリンゴ酢、これを知らないと太ってしまいますよということで、多くの痩せるリンゴ酢先生これでいいんですかというご質問がとっても多かったので、今回この動画をご準備しております。ぜひあなたのリンゴ酢をその購入する際にですね、目安にしていただきまして、どんどん健康的で綺麗に痩せていただけたらと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。